ウクライナ軍、ロシアで2つ目の橋を破壊。ザポリッチャ原発の近くでも爆撃。ウクライナは18日、ロシア西部のクルスク州で越境攻撃を継続し、セーム川に架かるもう一つの戦略的に重要な橋を破壊したと発表しました。これは今週で2件目の橋の破壊となります。ウクライナ軍は攻撃の様子を空撮映像で公開しました。映像にはクルスク州の町ズバンノイエ近くのセーム川に架かる橋が映し出されており、橋に大きな煙が上がり、部分的に破壊されている様子が確認できます。攻撃がいつ行われたのかは明らかにされていません。ウクライナ空軍のミコラ・オレシュク司令官はソーシャルメディアで、また一つ橋が減ったと述べました。ウクライナの越境攻撃は2週目に突入しており、ウクライナがロシア領内にここまで深く侵入したのは、2022年2月にロシアがウクライナの全面侵攻を開始して以降で初めてのことです。オレシュク司令官は、ウクライナ空軍の航空部隊は精密な空爆により敵の補給能力を奪い続け、敵対行為の経過に大きな影響を与えていると付け加えました。ウクライナ軍は16日にもクルスク州の町グルシュコボ近くのセーム川に架かる別の橋を破壊しました。この橋はロシア部隊への補給に使われていたとされています。ロイター通信によると軍事アナリストらは先にこの地域でロシアが部隊への補給に使っている橋が3カ所あり、そのうちの2つが破壊されたが深刻な損傷を受けていると指摘していました。ウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領は17日、ウクライナ部隊がクルスク州での足場を固め、さらにロシアの奥へと展開していると述べました。18日夜の演説で大統領は、クルスク州での我々の作戦は、ロシア軍とロシア国家、その防衛産業と経済に依然として損失を与えていると述べました。また、これはウクライナの防衛以上のものであり、その目的はロシアの潜在的戦力を可能な限り破壊し、最大限の反撃行動を行うことだと語りました。これには侵略者の領土に緩衝地帯を作ることも含まれ、ウクライナへのロシアのさらなる攻撃を防ぐ努力であると付け加えました。大統領顧問のミハイロ・ポドリャク氏は、ウクライナはロシアを占領する意図はなく、ロシアを説得して交渉に入りたいと強調しました。一方、ロシア政府はこの侵攻を大規模な挑発行為と呼び、相応の対応で報復すると宣言しました。ウクライナがさらにロシア西部の領土に侵入する中、ロシア軍も同様にウクライナ東部で勢力を伸ばしており、ここ数週間で村落の領有権を次々と主張しています。ザポリッチャ原発近くで爆撃、IAEA が懸念表明。こうした中、国連の原子力監視機関のトップが、ロシア占領下のウクライナにあるザポリッチャ原子力発電所の安全性が悪化していると警告しました。国際原子力機関 IAEA のラファエル・グロッシ事務局長は、引き続き極めて懸念していると述べ、原発を守るために全当事者による最大限の自制を求めました。IAEA によると、爆撃の影響は施設のすぐ外側の道路に及んだといい、この道路は原発の維持に不可欠な散水池に近く、唯一残っている高圧線から約100メートルしか離れていないとしています。ザポリッチャ原発は戦争初期にロシア軍に占領され、度重なる攻撃を受けてきました。ウクライナとモスクワの両政府は先週、原発の冷却塔の一つで火災が発生した後、互いに避難の応酬を行いました。IAEA は17日の攻撃を誰が行ったかについては言及しませんでしたが、
同原発に駐在する IAEA のチームは、爆発物を搭載したドローンによって被害が引き起こされたと述べました。IAEA のチームは、原発の近くや遠くで頻繁な爆発音、繰り返される重機関銃やライフル銃の発砲音、大砲の音を聞いていると IAEA は声明で指摘しました。ザポリッチャ原発は2年以上発電しておらず、今年4月以降は6基の原子炉すべてが冷温停止状態にあります。ロシアは2022年2月にウクライナへの本格的な侵攻を開始し、最近はウクライナ東部でより多くの領土を奪取するためにゆっくりと前進しています。しかし、ウクライナ軍がクルスク州に侵入したことで、ロシアは衝撃に包まれました。ウクライナ軍は2週間近く陣地を固めています。この影響で数千人のロシア人がこの地域から避難しました。第二次世界大戦後、外国軍がロシア国内に侵入したのは初めてだということです。ロシア、西側制裁が数十年続くシナリオに備え、外務省高官。ロシア外務省のビリチェフスキー経済協力局長は16日、西側諸国による対ロシア経済制裁について、ウクライナ和平が仮に実現しても数十年間維持されるとの見通しを示した。プーチン大統領は制裁の全面的解除が和平の条件に含まれると述べてきた。ビリチェフスキー氏はモスクワで開かれたパネル討論会で、今後数十年続く話だ。ウクライナ和平達成の進展や結果は単なる口実とし、制裁の最終目的は不公正な競争だと語った。同国の政財界では制裁緩和を働きかけるべきか、あるいは制裁の長期化を現実的なシナリオとして受け入れ、対処法を見出すべきかという議論が広く展開されている。同氏はまた、ロシアがイラン、北朝鮮、ベネズエラといった他の制裁対象国と戦略を共有しており、欧米の圧力に共に抵抗する国際的な反制裁連合を作ることを目指していると述べた。制裁がロシアに経済の再構築や以前は西側諸国から輸入していた付加価値の高い製品の増産を迫るといった一定の効果があったとの見解も示した。ウクライナ急襲に焦ったプーチン大統領、徴集兵の悪材料まで重なる。ウクライナがロシア本土クルスク州の攻撃を10日以上継続している中で、ロシア内の混乱が深まっている。プーチン大統領の政治的負担が大きくなる様相だ。16日現地時間、CNN によると、クルスクから徴集兵を撤収させてほしいという請願がオンラインで広がっている。ロシアで徴兵制は政治的爆発力が大きな事案だ。職業軍人とは異なり、徴集兵は海外派兵が法で禁止されていて、戦闘作戦に参加しないため制限的な訓練しか受けていない。プーチン大統領も徴集兵は戦闘に投じないと約束した。しかし、ウクライナの急襲で徴集兵が最前線に立つことになり、徴集兵の家族が怒っている。徴集兵の祖母だというナタリア・アペルさんは、ロシア独立メディア、ビョルストカに孫が国境から約500メートル離れた村に武器もなく配置されたとし、シャベルで対抗しろということかと怒った。CNN によると、ウクライナ軍が占領したスジャの路上には死体が見え、道路には銃弾の跡がある民間の車両が並んでいた。広場にあるウラジーミル・レーニンの銅像は顔の部分の半分ぐらいが破壊されていた。ロシアはこのようにクルスク州の状況が外信を通じて公開されると対応に出た。ロシア連邦保安局 FSB はクルスクで現場リポートを制作したイタリア国営放送会社
RAI のジャーナリスト2人に対して刑事訴訟を提起する意向を明らかにした。こうした中、ウクライナのキーウ軍事行政庁は、ロシアが18日、首都キーウに北朝鮮製である可能性の高い弾道ミサイルを再び発射したが、これらのミサイルはすべて迎撃されたと発表した。セルヒー・ポプコ軍事行政庁長は、テレグラムを通じて、今回の攻撃は8月のキーウに対する3回目の弾道ミサイル攻撃としながら、予備情報によると、ロシアが3回連続で北朝鮮製弾道ミサイルを使った可能性が最も高いと話した。ウクライナがクルスク原発攻撃を計画。ロシア主張、根拠示さず。ロシアは17日、西部クルスク州でウクライナが原子力発電所への攻撃を計画し、そうした挑発の責任をロシアに負わせるつもりだと非難した。インタファクス通信が伝えた。報道によると、ロシア国防省はクルスク州の原発が引き続きロシアの管理下にあるとした上で、同施設に対するいかなる攻撃にも厳しい対応を取ると表明した。ウクライナに対する非難の根拠は示さなかったが、攻撃によって周辺の広い地域が汚染される可能性があると述べた。ウクライナ外務省報道官は、ウクライナが放射性物質を撒き散らす汚い爆弾の使用や原発攻撃を計画しているというロシアの馬鹿げたプロパガンダがまた急増している。我々はこれらの虚偽の主張を公式に反論すると X に投稿。ウクライナにはそのような行動を取る意図も能力もないとした。クルスク州の原発に加え、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポロジエ原発も管理しているロシア国営原子力企業ロスアトムも、ウクライナが両原発の安全を脅かしていると証拠を示さずに主張した。RIA 通信が伝えた。RIA によると、ロスアトムのトップが国際原子力機関 IAEA のグロッシ事務局長と電話で状況を協議し、クルスク原発の視察に招いたという。